ピアノの長谷川久美子です。ファイバールホール&ギャラリーさんにて、2人での初めてのコンサートを開催したいと思います、はい、タイトルはリリーブということで、リリーブとは和らげるとか楽にするという、ね、あの意味合いがあるんですけど、そうですよね。今回私たちの音楽でその気持ちに、ね、なっていただけたらすごい嬉しいなと思っています。はい、今は本当にね、なんかいろんな辛いことあるご時世なんですけれども、それぞれの皆さんの心に寄り添って、音楽を奏でられたらいいなって思って開催させていただきます。はい、はい、内容どんな感じですかね。まあ、あの心と音とという副タイトルみたいなものもついてるんですけど、うん、あの私たちが楽曲を生んでですね、こう演奏して、私たちがこう感じている音楽、うん、こういう景色で音楽作ったんだよっていうような気持ちで奏でるんですけど、きっと来てくださってる皆さんのそれぞれの心の風景というものがあって、うん、そこと、うん、こうなんて言うんですかね、こう響き合いながら、ね、そう、あ、響き合う、うん、なんか聞いていただいたらいけたらいいなと思っています。はい、音楽は、高知の足摺岬の白山洞門っていう、あの本当ハート型の、洞窟があるんですけど、そこからのこう亀が、巣立っていって、そして、また戻ってきてっていう亀の一生を描いた作品なんですけれども、人の人生とかとこう照らし合わせた感じで、とても、感慨深く見ていただけるんじゃないかなと思います。はい、ハチさんどんな曲をやられるんですか。私のですね、うん、ファーストソロアルバムの中からお届けしたいなと思ってまして、そうですね、アルバムはですね、本当にピアノと歌とっていう基本シンプルな編成で作ったアルバムなんですけど、私のなんか小さな気づきとか、日常のなんかそうね、日常の些細な喜びみたいな、感じたことを曲にしていったアルバムになってます。なのであのアルバムを聴くとすごくシンプルな編成なので、あのまたより近くに感じて聴いていただけるかなと思うんですけど、今回はコンサートの中では若ちゃんのクラリネットが加わることによって、なんか映画音楽みたいなこう広がる部分、ふわーっと熱くなる部分っていうのがたくさんあるんじゃないかなと思ってます、うん、そこも楽しんで聴いていただけたらなと思います。